南三陸が教えてくれたモアイの意味、それは未来に生きる。海猫を間近で見れるこのインフィニティな景色、三陸ならではのお魚、線が見える温泉で、それは多分なかなか他にはない魅力なんじゃないかなと思います。2011年3月19日、もう2時46分の地震でした。チェックインが始まる前のお客様をお迎えする前の時間でしたので、普通のあの午後の時間が一変したっていうですね。地元の中学校の玄関口にいました。次の日の12日が卒業式だったんです。ものすごい横揺れの3分という長い時間でした。多くの方々が家も失いましたし、大切な人も失ったあの震災でもありました。あの当たり前の風景が一瞬にして奪われた、現実感があまりなかったですね。震災で従業員が半分になってしまったみたいなあの記事を見て、これはなんか少し手助けができればなっていうことで、全国各地からですね、そういった志のもとに転職をした人がたくさんいました。そういう全国からたくさんの若い人を来てもらって、現場駆けつけてボランティアを、そういう顔が見える関係の中で助け合って生きるという、現地に足を運ぶってこういうことなんですよね。写真だけではわからない、ネットの画面だけでもわからない、現地に来た皆さんだからこの距離を感じて自分ならどうするっていうふうに思うわけですよね。あの日ここの屋上で327名助かってるんですよ。人が助かったっていうことをお伝えするのも、この高野会館を残した大事な理由かなっていうふうに思います。ここで助かったっていうのは、前の津波の経験者がいたからなんです。1960年チリ地震津波、ここの従業員でチリ地震津波の経験者がいたんですけど、助かりたかったら残れって言って、あの日ここでじいちゃんばあちゃんを救ってるんです。震災を伝えることが辛いことかもしれませんけど、それでもなかったことにしたくないなっていう気持ちも強いわけです。この写真は一般的に公開されてません。見るのはとても辛い一枚です。自然災害の力に対しては人はかなわなかったんです。でもこの写真が残っている意味っていうのは、やっぱり命の大切さ、重さ、それがもうダイレクトに伝わるので、震災の辛さ悲しさじゃなくて、人が生きていくために大切なことを伝えていくのが震災の語り部かなっていうふうに思います。俺たちが津波でとにかく命からがら高台に逃げた。でもスーパーもコンビニも流されて何にもなくなった時、実はこの自然のものを取りに行くって行為がとっても大切で、その時毒があるとかないとか、うまいとかうまくないとか、そういうことをしてるかしてないかによって全く違う。やったことない、体験したことないことが山ほどありますんで、ぜひ体験しに来てください。世代を超えて横につながっていくことも大事だな。この森で自然を通して持続可能な社会を作る。ボランティアという入り口ですけど、まあ、出口は共に助け合う。それが私たちの一番の次へ向かって頑張る力に変わっていくと思います。モアイは未来に生きるっていう意味があるので、これからも、まあ、未来に生きる私たちを見守ってくれるシンボルかなと思います。南三陸では現地の方の地元愛やおもてなしなど、人の温かみを肌で感じることができ、
第二のふるさとのような安心感がありました。皆さんも南三陸だからこそ感じられることを未来へ語り継ぐ一員になりませんか？まだここにない出会い、リクルート。